常人では作成不可能な装置を作る人を、作業中と勝手に呼んでいる、無限に土を錬成する装置から、短時間で鉄を1万個も生成する装置、紙の粒子を生み出す装置、これらを含めた装置7個を紹介だ。とある作業中が、ウィザースケルトンの頭を集めていると日が暮れちゃう、と嘆いた。そこでこんな装置を作った、ウィザースケルトントラップ、だぜ。しかもただのトラップと侮ることなかれ。これは、超巨大天元突破ウィザースケルトントラップなんだよ。ネザー要塞には駆敵モブを、ウィザースケルトンだけに限定、それを一旦ネザーに送り込み、ネザーの天井に問答無用でぶち込む。プレイヤーが立っているところに叩き込まれるから、あとは剣でぶった切ればいいだけ。俺でも作れそうと思ったら大間違い。ハーフブロックを使っているが、この時に使った使用量は1万個を超えるぜ。しかも作業中はハードコアでやっているため、常に敵モブの猛攻を受けているぜ。このようにブレイズの火炎放射を食らうこともしばしば、ハードコアのため一度死んだら一巻の終わりだ。おまけに溶岩ダイブする危険性もあるから、そこも気をつけなければいけない。ただ、装置はかなりの効率を誇る。今、溜まっていたウィザースケルトンをぶっ倒したが、それだけでウィザースケルトンの頭が2個も手に入ったぞ。しかも3分の1で手に入る石炭も、37個あるぜ。その後も引き続き3分間ウィザースケルトンを倒し続けたところ、なんと、ウィザースケルトンの頭が9個、石炭が142個、骨が188個も集まったんですわ。ウィザースケルトンの頭を集めるだけではなく、骨や石炭を集めるのにも向いているぜ。ちなみに、1時間動かすとウィザースケルトンの頭が、64個手に入るんだとか。さらに、この装置アイテムの仕分けも自動的にやってくれるんだ。必要なアイテムを取り出すだけでいいってわけだ。ウィザースケルトンの頭が64個あったとしたら、ウィザーは21体召喚可能。21体のウィザーを全てぶっ倒したとして、ネザースターが21個も手に入るな。ってことはビーコンが21個作れるってことになる。ここまであれば、ビーコンの小さな建物を作ることができるぜ。この装置を作ったのは、クッキーゴッドさんという YouTuber。作業中シリーズでは常連。他にもいろんな装置を作っているから、気になる人は見てみるといい。今まで意味不明な装置を作ってきたから有意義な装置を作ろう。海外のとある作業中がそう言って装置を3つ作った。これと、これと、これだぜ。順番に紹介していこうか。まずこの装置。これは、オートマティック畑だ。仕組みは簡単で、複数人の村人に強制労働をさせているわけだ。どれくらい放置していたかわからないが、動画では人参が876個も集まっているんだよ。人参を1つ 200g だとしたら、全部で2トン近くあるぜ。まあ1時間でそこまでの量を集めるのは不可能だが、放置するだけでここまで集まるのは相当強い。続いてはこの装置。これは、オートマティックサトウキビ畑だな。作るのに3時間かかったとか、自動的にサトウキビを回収するためには回路が必要になるから、どうしても時間がかかってしまうわけだ。この畑を1時間稼働させているだけで、サトウキビは3400個も集まる。ってことは紙が3400個作れるし、本が1133個も作れるぜ。この畑があれば図書館なんてあっという間にできることがわかる。続いてはこの装置だぜ。見てもなんだかよくわからないと思うが、これは、オートマティックイカトラップになるぜ。仕組みを簡単に説明すると、イカがスポーンしたと同時に水流で穴に流して、そのまま落下死させるもの。これを1時間稼働させていると、イカ墨がなんと4160個も集まるぜ。ちなみにイカと一緒に酒も巻き込まれるようで、1時間で1スタック近くの酒が集まっていたぜ。この装置は簡単そうに見えるが、周囲の水を全部抜かなければいけないため、先ほどのオートマティックサトウキビ畑よりも時間がかかっている。これらを考案したのは、ワット G さんという海外の YouTuber。驚くべきことに、これらは全てハードコアで作っているんだ。相当な忍耐力を持っていることがわかるな。マインクラフトでは絶対に余りがちになるブロックが、土ブロックになると思う。このブロックを、アイテム源に生成する装置を考案した人がいる。まずは装置を見てみよう。まあ言った通り、これは土ブロック生成装置だぜ。なんとそれだけではなく、丸石製造機と木製造機、この3つの装置がくっついているんだよ。これを作るのにかかった時間はだいたい13時間。しかし、作った後もいろいろ問題点が多くあったため、修正するために8時間も時間を費やした。ほぼほぼ丸1日かかっているんだ。装置を動かしているとこんな感じだな。ここは木を生成する場所で、苗木を植えるだけでポンポン作られていく。プレイヤーが操作している間に、外では TNT がドッカンドッカン。ここで土ブロックと丸石を生成し、破壊しまくるわけだ。仕組みとしては、まず溶岩に冷えた水が石を作る。頭皮の木が育つことによって石の一部はポドゾルに変わる。これらを全て破壊してゲットってわけ。この装置で生み出される土ブロックや丸石、原木は無限だぜ。というのは誇張しすぎている。わかりやすく1時間あたりの量で答えていくと、土ブロックは4万7000個集まり、頭皮の丸太ブロックが2万
3000個、丸石が1万個も集まっている。もう破格の数字だな。土ブロックをすべて粘土ブロックにし、水分を取って粘土にすると、18万、8000個も集まる。それを石膏の村人と交換すると、エメラルドが1800個ももらえるぜ。エメラルド1個あたり粘土が10個だからな。ちなみに他の木も増やせるのか気になるところなんだけど、それは無理。頭皮の木じゃないとポドゾルはできない。3つの装置が合体したこの装置。考案したのはシュルカークラフトさんという海外の YouTuber だ。登録者が200万人もいるめちゃくちゃすごい方だ。他にもいろいろ装置を作っているから、気になった人は見てみよう。クリーパーはマインクラフトで一番有名だと言ってもいい敵モブ。そしてこれはクリーパーの顔をしたクリーパートラップ。ただクリーパーの顔を描いたものじゃないからな。なぜかこのトラップはワールドを大きく切り抜いたところに設置しているぜ。ものすごくユニークなんだけど、ここではクリーパーを出現させるだけ。クリーパーの顔になっているのは、ただ地面をその色にしているだけなんだ。ここで出現したクリーパーはどうするのか気になるよな。ヒントはネザーゲート。そこをくぐったら、ネザーの天井に転送されて、落とされる。周囲にはクリーパーが湧かないようになっている代わりに、すべてここに出てくるからものすごい量になるわけだ。見ての通り落とされたクリーパーたちはそのまま落下死して、火薬だけをドロップするんだ。これをとにかく集めるんだな。残念ながら経験値はなし。完全放置で自然と溜まっていくんだが、1時間放置しただけで、なんと火薬は16万個も集まる。これはクレイジーだ。と制作した作業中も言っている。その量を普通のサバイバルで集める場合、何時間、いや何日かかることか、それを考えればかなり効率化できていることがわかるぜ。もはや効率化しすぎているが、動画では装置が完成した後8時間の間、稼働したまま放置するぜ。すると、130万個もの火薬が集まったんだとか、火薬がたっぷり入ったシュルカーボックスが、いくつものラージチェスト満杯に入っているぜ。数時間動かして止めているが、この装置では火薬が実質無限に手に入るぜ。火薬を大量に手に入れた後、なぜか砂ブロックを40万個も用意。一体何をするのかというと、大量の TNT を作ったんだな。10万個もの TNT を作った。これを作ったのはシュルカークラフトさんという、海外の YouTuber なんだ。TNT を10万個作りたいがために作った装置なんだな。この装置は個人のワールドではなく、シュルカークラフトさんが運営する、サーバーで作ったらしい。そこに参加さえすれば誰でも使えるのだが、詳しくはシュルカークラフトさんの動画を見てくれ。続いては TNT キャノンだ。TNT の爆発を利用して TNT を飛ばす装置なのだが、これを作業中が作った場合、こうなってしまうぜ。めちゃくちゃでかい TNT キャノンだが、これは弾を音速で飛ばすんだとか、マインクラフトに音速という概念はないが、制作した本人がそう言っている。このコマンドブロックは、標的となる土ブロックを出すだけなので、気にしなくていい。後ろにあるボタンをポチッと押すと TNT キャノンが作動。大量の TNT が出てきて、一気に収束。そして発射だぜ。見えただろうか？かなり遠くにある土ブロックのターゲットが一瞬で破壊されてしまったぜ。なんと、ターゲットの前にいくつも並べられている氷をくぐって飛んでいったんだ。その距離100ブロック、明確に測ったわけではないが、多分それぐらいだ。この TNT キャノン、ただ弾を飛ばしただけではなく、標的にぶつかった瞬間爆発するよう調整されているんだよ。着弾式ってわけだ。間に置いている穴が開いた氷ブロックは、まっすぐ飛んでいることを証明するために設置したわけだ。オーバーワールドでも検証したぜ。今映っている建造物を破壊するらしい。一方 TNT は大きな山の背後にある。これが爆発すると、ものすごい爆音が鳴り響いて弾が飛んでいく。弾は1ブロック分の隙間を通って目標に着弾。弾として発射されるのは1個ではなくて複数個も発射しているため、破壊力も抜群なんだ。これをサバイバルで作るのはちょいと難しい上に、破壊力もあるため扱いは難しい。この TNT キャノンを考案したのは作業中シリーズではおなじみの、マンゴジャンゴさんだぜ。作った本人はこの TNT キャノンを、これが最も愚かで最も愚かな TNT キャノンだ、と言っている。マインクラフトで神の勇士を作った、そういったタイトルの動画が YouTube 上にあったぜ。それがこの装置なんだとか、ちょいとわかりづらいかもしれないが、かまどを破壊した瞬間、プレイヤーのレベルが大量に増えていってるぜ。そう、神の勇士とはこのことなんだな。かまどで一度に大量のアイテムを精錬させると、大量の経験値が一瞬で手に入ることから、神の勇士と呼んでいるらしい。1時間この作業を繰り返した状態で経験値を受け取ると、なんと100万レベルまで貯まるんだとか、普通にサバイバルをしていたら、まずそのレベルには到達しない。むしろ使い切るのも難しい。この装置の仕組みは意外と簡単になっていてな。かまどでサボテンを大量に精錬して、それをプレイヤーの前に差し出す。プレイヤーはかまどをツルハシで壊す。それだけ。ちなみに5分間この作業をしているだけで、レベルは1000を超えるらしいぞ。普通のサバイバルで1000レベルまで行くのもかなり難しいぜ。ここまで経験値が獲得できるものを作ってどうするのかというと、どうもしないんだ。ただただ経験値を大量に手に入れるために、この装置を作ったんだよ。これを考案したのはキュービックメトレさんという海外の YouTuber。この方の
向上心はすごく、もっと大量の経験値を手に入れるには、どうしたらいいのか今も考えているようだ。最終的には、1億レベルの経験値を、一度で手に入れる装置を作りたいと言っている。ちなみに、普通にサバイバルをするだけで、経験値が1億レベルに到達するとしたら、6年から8年ぐらいはかかるんだとか、どうやらキュービックメトレさんのように、経験値を大量に集める装置を作る人は世界中にいるんだとか、世界中の作業中に対抗するためにこの装置を作ったってわけだ。マインクラフトにおいて鉄はすごく大切なものだ。いろいろな人がありとあらゆる方法で、鉄を量産しようとした。ということで紹介するのがこの装置。ネザーゲートがたくさんあって、真ん中にはベッドらしきものが見えるな。これは、アイアンゴーレムトラップとなっているぜ。真ん中にあるのは村だな。ピリジャーたちによって監視されていて、村人たちは、1ブロックのスペースに2人から3人ほど閉じ込められている。人質です、と。作った作業中は言っている。どういう形であれ村には変わりない。そして定期的に村人は高いところへ上げられてしまう。この動きと、ピリジャーがいることで、アイアンゴーレムが湧きやすくなっているんだ。だがアイアンゴーレムは村人を守る暇もなく、ネザーへ転送。すぐさま溶岩で重々焼かれてしまうぜ。焼け死んだアイアンゴーレムは鉄インゴットと花を落とすが、それはすぐさまホッパーによって吸収されて、チェストに送られる。チェストの中身はこんな感じ。なんと、1時間動かしているだけで鉄インゴットが、1万個も溜まるんだよ。洞窟やブランチマイニングで鉄をそれぐらい集めるとしたら、一体何日かかるんだろうな。ちなみに鉄インゴット1万個もあれば、アイアンゴーレムが277体ほど召喚可能になるぞ。花はどれだけ集まるのかは明言していなかったが、動画で見る限りでは、336個も集まっているな。花はどうしてもドロップしてしまうためしょうがない。消すことは不可能だぜ。ここまで効率をよくできた理由としては、やはり村人とピリジャーだな。ピリジャーに監視された状態で村人が生活していて、定期的に強制移動が行われる。村という仕組みがそれを村人の危機と察知するわけだ。そこで大量に投入されるのがアイアンゴーレム。村人のピンチに出現しやすくなるアイアンゴーレムの使用を、とことん利用して作った装置なわけだ。この血も涙もない残酷な装置を考案したのは、スクリーニックディマさんという、海外の YouTuber だ。今回は装置の紹介をしたが、ほとんどは建築の動画を中心にアップしている方なんだ。どれもレベルが高いものばかりになっているため、気になる人はぜひ動画を見ておくれ。お、そろそろ時間か。今日はここまでだよ。それじゃあまた別の動画で会おう。バイバイ。